最後に16番菱辺りのところから離れました。スタートしました。まず好スタート桜系山号あるいはバブルガンフローを好ダッシュ、その内からファビラスダフィンがまず出を伺っています。最内ストラテジックチョイス、外からカネツクロスがかわして出ていきました。カネツクロスが出ていきます。真ん中エリシオも2番手に伺う位置、外から優先賞が2番手の一線に加わっていきます。バブルガンフローがその直後、内からストラテジックチョイス、外を回ってシングスフィールが続いて第1コーナー回っていきました。あとはペンタイヤ、外から内にタイクフォーチュン、バグンの中、そのうちに桜系山号とそしてフラッグダウンがつけています。第1コーナー周りはありました。さあ先頭を切るのはカネツクロスになりました。1馬身半のリード、2番手はエリッシオ、凱旋門賞馬が2番手、3番手内ファビラスダフィン、1馬身半離れて2コーナーカーブ、1番のソラディックチョイス、これをマークするようにバブルガムフェローが追走して5番手、第2コーナーカーブから向こう上面に向かいます。1馬身半差で外シングスフィール、内から3番の大気フォーチュンを折り合いました。外は優先賞、ここまで下がっています。あとは7番のペンタイヤ、中段グループを形成、2馬身後ろに桜系山号後方待機、外からダンスパートナーフラッグダウン、内を回ってアワッドが追走していきました。2馬身後ろにシナタリー、後方追走は3馬身差 55Z、 向こう上面中間から3コーナーの坂を上りにかかって残り1200通過、カネツクロスのペースですが、ややじりじりとエリッシオが動いて単独2番手に上がっていきます。3番手内からファビラスダフィン、その後ろにストラティックチョイス、外を回ってバブルガムフェローは現在依然としての5番手の位置、残り 1000m 通過。あとは大気フォーチュン、大気フォーチュン、外からじりじりとまた盛り返しを図るのは優先賞以下一覧になりました。さあ3、4コーナー中間にこれから向かいます。カネツクロスのペース、3馬身のリード、残り800切りました。エリシオ2番手、3番手ファビラスダフィンですが、外からストラテジックチョイスちょっと動いて上がっていきました。その直後、その直後にバブルガムフェロー優先賞、そしてその間にシングスフィールがおります。大気フォーチュンがそのうちから上がってまいります。4コーナーのカーブに向かってまいりました。大外突っ込んでは優先賞が今 5、6番手の大外、4コーナーカーブ、カネツクロス先頭で回りました。ファビラスダフィン、エリシオ、外からグイグイとストラテジックチョイス差を詰めてくる。シングスフィール、シングスフィール、内から大気フォーチュン、バブルガンフェローは遅れている、ちょっと苦しい、後方バグに沈んでいく。先頭はシングスフィールか、ファビラスダフィン、エリシオ、エリシオ、ストラティックジョイス、それに懸命に差を詰めてくるペンタイヤ、内らついからアワットが追い込んできて200を切った。さあ先頭はシングスフィール、シングスフィール、ファビラスダフィン、シングスフィール、ファビラスダフィン、外からストラテジックジョイス3番手、ファビラスダフィンか、しかし外からシングスフィール、ファビラスダフィン並んでゴリ、右手を大きく上げたのはランクランコレットオリ、デッドオリの右腕が大きく上がりました。シングスフィール、どうやらファビラスダフィンとの競り合いを制しました。勝ち時計が2分23秒8、バブルガンフェローどうしたか、バグンに沈んでしまいました。上がりゴールまでの 800m48 秒3、 600m36 秒3。